皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はハーツオブアイアン4ノーステップバックソ連軍編続きをプレイしていきたいと思います。かなりの難易度と言われているソ連とドイツの、いわゆる独ソ戦、これでソ連が勝利するという、そういうね、道筋を立てたいという、プレイをしているんですけども、これがなかなか厳しいですね。現在ですね、ドイツがソ連に対して宣戦布告の、自由を獲得しているという状態なので、いつ宣戦布告されて攻撃を受けてもおかしくないという状況なんですけども、この状態でドイツと戦争に入ると間違いなく敗北します。これリハーサル何度やっても勝てませんでした。なのでできるだけ回戦を先延ばしにして、やっぱり軍備をしっかり整える、それとですね、連合軍側の反攻作戦、このタイミングをね、できるだけ待ちたいなというふうに思っています。師団の編成なんですけども、主な編成の部分で言うとですね、やっぱり敵の戦車に対してかなり脆弱な状態なので、これ、無理してでもですね、各歩兵部隊に軽戦車でもいいので、配備できるように、戦車の生産量、大幅に増やしていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。はい、イベントですね。大日本帝国。日本との不可侵条約ですけど、これ、日本とは、もちろん不可侵条約結びます。ドイツとの戦争にね、すべてを注ぎたいな、というところですからね。で、在庫量を確認したんですけども、中型戦車の方がですね、まだ在庫、余裕がありそうなんで、生産は中型戦車を多めに生産するようにしたいと思います。日本がフィリピンと開戦しました。これイコールアメリカと開戦したと、同じだと思うんですけど、この時点ではアメリカ軍の展開は遅いと思うので、日本軍有利で、フィリピンの前哨戦も済むのかなと思いますね。このあたり、史実と近い展開が進んでいるのかなと思います。ちなみに、日本や満州との国境付近に、少数ではありますけども、部隊は展開しております。日本軍の陸軍もかなり手強いので、この部隊数だけだと日本と開戦すると厳しくなるかなとは思います。増強はね、進めていきたいと思います。トルコから不可侵条約締結に応募来てます。これトルコともね、争いは避けたいので了承しておきます。続いて、日本がオランダ、イギリス、戦争に入りましたね。そしてアメリカがイギリスに加担する、連合国入りしたということで、正式にアメリカと日本が開戦しましたね。1941年9月です。はい。ついに、ドイツと、開戦が、避けられないという状況になりました。ドイツが協定を破棄してきましたね。いやー、これによってもう本当にいつドイツ軍の侵攻が始まってもおかしくない状況なんですけども、準備としてはですね、まず要塞化は、順調に進んでます。ただ、一部拠点に関してはですね、補給がね、ご覧のように、レッドゾーン、グレーゾーン、そういうものがあるので、これらをどう、補給を回していくかっていうのが、今後の課題になりそうですね。ドイツ軍と戦争になって、いざ攻められた時に、どれほど持ちこたえられるかっていうのが、ここまで心血を注いできた要塞と、それと補給によるので、ここをね、なんとかしっかりケアしていければいいかなと思います。さあ、もうすでに肩書きはドイツとアメリカの戦争になってますけども、ここにソ連が、巻き込まれた形になります。日本はこのドイツ・アメリカ戦争にまだ参戦していない状況なので、ソ連としてはあくまでも、このヨーロッパの戦線をしっかり見届けていきたいかなというところですね。
まあ、すでに戦闘状態に入ってますけども、どうでしょうね。まあ、補給も心配な点あるし、ドイツ軍の本格的な侵攻が始まった時に持ちこたえられるかどうかっていうのはすごく心配なんですが、時間をゆっくりめにして進めていきましょう。制空権はですね、ご覧のような状態ですね。ポーランド上空取られてしまっているので、これの奪還もしなきゃいけないっていう状態ですね。航空兵力、でもドイツに遅れを取っているのかな。局地的にはもう戦闘状態に入っているので、まあ、なんとかね、これうまくしのいでいかなければいけないなっていうところなんですけど、航空機もねもうほとんど用意がない状態なので、まあ現有戦力で航空機は運用していくしかないですね。早くも一歩ぐいっと踏み込まれたな。トラネコの戦車群を導入しましょう。劣勢になっているところを見つけたら早急に対処するっていうやり方をちょっとやっていきます。トラナコの戦車隊を送り込みます。まあ、この一番北側のここの戦線ですね、メーメルのあるこの海軍基地もできればソ連が抑えたいっていう中でいきなり押し込まれてしまったので、ここまずしっかりケアするっていう意味で虎の子の戦車師団を送ってます。間に合ってくれるかどうかですね。ルブフが奪われましたね。ルブフの飛行場はですね、最前線を支えていた飛行場なんですけど、ここが奪われてます。いや、相当強力だな。ドイツ軍にどう対処するかですね。まあ、現状やっぱり押し込まれてしまってるっていう状況なので、かつ今回はですね、最前線の要塞で敵を食い止めて、まあ、敵を迎撃していくっていう作戦だったのもあってですね、予備の兵力をほとんど用意していないので、ここ突破されてしまうとですね、ミンスクはもちろんモスクワまであっという間に到達されてしまう可能性があるので、そこを食い止めるためにもなんとかここで踏ん張らなきゃいけないんですが、各戦線ちょっとずつ押されてきてますね。なんとか踏みとも遠まっていた戦線もちょっと押し込まれつつあるっていう状況です。予備はですね、ここにいる20師団、ミンスクにいる20師団、同じくミンスクにいる14師団、合計34師団しか予備兵力がなくて、ご覧のように今真っ赤になっちゃっていて、最前線がですね、補給がうまくいっていない、滞ってしまっているっていう状況を考えると、この中で前線にさらに部隊を送ってもですね、補給が悪すぎてうまく力を発揮できないということになると思われるので、予備兵力の投入は一旦見送ります。現有戦力でなんとか頑張ってもらいましょう。はい、現状ご覧のような状況ですね。ミンスクまで敵が迫ってきているっていう状況になってしまいました。虎の子の戦車師団ですね、もう大半は最前線に到着してるんですけども、まあ装備の状況が良くないというのもあってですね、能力を十分に発揮できていないというところですね。この後の防衛戦略は少し検討し直す必要がありそうかなっていうと、あとフィンランド方面に展開している師団ですね、これをですね、ミンスクの防衛に当てたいと思います。まあ、残念ですけどミンスク、ここまで敵の侵入を、おそらく許すことになると思います。では今回をここまでにさせていただいて、次回なんとかですね、ドイツ軍を押し返す、その3段を作り上げていきたい、練り上げていきたいというふうに思います。